ロイドご飯の時間がやってきました。はい、どうも、今回はですね、山岡屋さん、いつものね、山岡屋さんの平塚店さんに来てるんですけども、今日いただくのは期間限定やってまいりました、自分も大好きなプレミアム醤油がね、今年もやってきたということで、早速伺ってみたいと思います。
はい、というわけでご覧いただきました山岡屋さんの期間限定プレミアム醤油豚骨、もう今回も安定感のあるうまさでした。もうてかめっちゃうまいです、自分大好きで。まあこの特製醤油だれのうまさですね、それとスープの組み合わせも良いですし、さらにあのですね、トッピングのチョイスが本当に抜群だと思って、背脂、玉ねぎ、そしてねこのわかめ、このサミキさんわかめのプルップルッとした食感がもう最高で、本当にできることならこれわかめ追加トッピングしたいぐらい、この単体としてもうまいし、この醤油だれで煮干しのちょっとほのかに香る風味とね、もうめちゃくちゃ合ってるんですよね。うん、ということで、もうこのうまい醤油、プレミアム醤油なんですけども、1個今日お好み濃いめ、油普通です、固め濃いめ普通ですね。これあのお店によって山岡屋さんスープ炊かれてますんで、ベースのこってり加減との組み合わせはいろいろお店によってね抜群なポイントがあると自分は思っていて、これまでも何店舗から食べているんですが、好みとしてはあんまりスープの、こってり加減がね上がらない方がこの醤油だれとの組み合わせ最高だなと思っています。というわけで、自分の中でこの平塚店さんはベースのスープ割りかししっかりタイプのお店なんですね。なのでこのプレミアム醤油の時は味濃いめ、油くさがいいんじゃないかなということでいただいて、実際めちゃくちゃうまかったです、うん。はい、というわけで皆さんも、よく通われているお店の方で、バッチリなバランス見つけられてはいかがでしょうか。はい、この期間限定気になった方はぜひぜひお早めに食べに行ってみてください。ここまでご視聴ありがとうございました。じゃあまた。